今タイヤができてきましたの でついでに師匠のとこに行ってちょっとシムをくださいって、2枚ちょっともらってきてみました。なのでちょっとやってこう、もう一回ねえ、まあ、師匠にも今相談したんだけど、戻らないわけはないっていう、やっぱそうだよね、戻るもんね。だけど引っかかって戻んないんだな、まあ、ちょっと先にちょっとタイヤつけちゃいます。はい、でははい、久しぶりにジョコンダさんエンジンかけて裏に置きました。まあ暖気はねよくするんですがね。で今エルカミちゃんの暖気をしているとこです。おでエルカミちゃんを横にどけます。エルカミちゃんいいね、もうゲージかっこいい、すげえ運転しやすい。ちょっと一時ここに行って、横にの邪魔にならないよな、窓を閉めて、よし。これ今地面に下ろしたけど、まあまあ空気入ってるはずですけどね。いや、さすがエアバッグも、まあちゃんとコンプレッサーもあればもう気持ち上がるとは思うんだけど、まあまあ低いライドハイトってやつですね。タイヤ当たっちゃうんじゃないの、フェンダーとかね。これほぼっていうか着地するな、これきっとこんだけだもんね。まあもうちょっと多分ね、コンプレッサーが回りゃ、今普通に入れただけなんで上がるとは思うけど、低いトラックはかっこいいですね、でもね、よし、ちょっと休憩しよう、大汗かいちゃってるよこんだけで。で一応久しぶりの、コロコロマシーンも用意しといたんで、よし、エルカミちゃんも今はじ、あとはオーナー様が来て、ちょっとファミリーの生田さんにも協力を仰いだので、はい、来てくれると思います。よし、そうなんです、一番最初にもうオーナー様、この車のオーナー様とのもうにも言ってあるんですが、まあ、その時ちょっとエルカミちゃんの作業とかもあって、ただ急遽この子が来たのでエルカミさんをちょっと待ってもらって、で積んであるエンジンとミッションが生きてるかどうかって情報が一切なかったので、とりあえずかけるところまでやってみようって、でそのまま普通に大丈夫だったら車検を取って続けてっちゃうけど、もしエンジン積み替えだなんだっていう話になったら一回ストップしてエルカミさんの作業を先にやらないとっていうのはもう最初にもう言ってあるんで、で今回はそういう風になってしまったのでそうしているっていうことですね、そんな感じですね。